ミッキー・バーノンは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、マーカスフック出身の元プロ野球選手、元プロ野球監督、左投げ左だ。MLB での20年の現役生活のうち13年半を、ワシントン・セネターズで活躍した。1937年シーズン前に、ワシントン・セネターズと契約し、1939年7月8日に21歳で、メジャーデビュー。 第二次世界大戦の従軍のため、1944年から1945年にかけて出場することはなかった。1946年、打率353を記録し、2位のテッド・ウィリアムズを1分1輪上回って、初の首位打者のタイトルを獲得。また、リーグ最多の51二塁打を記録し、オールスターゲームに初めて選出され、ルディ・オークを抑えて、 先発出場した。1953年、自己最高となる101得点205安打、115打点を記録。打率は、337を記録し2度目の首位打者のタイトルを獲得し、アル・ローゼンの打率を一輪差で上回り、ローゼンの三冠王を阻止した。MVP 投票では、ローゼン、ヨギベラに次ぐ3位であった。ホーム球場のグリフィス・スタジアムで行われた。 ニューヨークヤンキースとの1954年開幕戦で、バーノンは延長10回にサヨナラ本塁打を放ち、5対3でチームの勝利に貢献。試合を観戦していたドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領はバーノンがお気に入りの選手で試合後に握手を交わした。現役最終年の1960年はピッツバーグパイレーツで9試合に出場したが、9月30日に解雇された。 パイレーツはワールドシリーズでヤンキースを4勝3敗で破り、ワールドチャンピオンとなり、バーノンはコーチとしてその一員になった。引退翌年の1961年からは第二次セネターズの初代監督に就任し、3年間式を取った。長く在籍したセネターズで同時期に在籍した主なチームメイト。ありがとうございます。